あ、でももうすぐ着きますよ、ね、もう、はい、ちなみに行く先は今回も厚木市です。もうすぐですよ。そこか、そこだね、うん、駐車場がお店の前とここにも3台あるみたいです。これで6台なんだね。うん、はい。キャッシュレスでしょ。そうですね、はい、ある、うん、カードで大丈夫ですか。We were bike dirt tires on paved concrete on the right roads, just had the wrong wheels. But I see you back in town, same shortcut jeans. My head still spins, my heart still feels like riding a bike, just you and I down along that road. Your brown hair blowing in the wind like a divad then, all the teenage summer nights when I love you, you love me too. It was so easy to get that feeling when hearts meet. I can back on the これ、うちのリビックつけられるんじゃない。つけられそうだね。テリットだとそんなに多分煙くないし、うん、しかも30万だって。こういうのも可愛いね、小物も。これいいんじゃない、うん、あ、おしゃれじゃん。すごいおしゃれじゃない、うん、塩っぽい。そう、あのなんかちょうどいい、うん、甘じょっぱい。甘じょっぱい。でね、ナッツがすごい香ばしいんだよこれ、うん、すごい。外でも飲めるんですね。そうそう、うん、これもね売ってたよ。あ、そう、うん、撮れてんの。うん、撮ってるよ。はい、カフェ良かったね。良かったね。おしゃれな空間だったよ。そうだね。なんかうちらが来た後また混み出したからね。客寄せパンダってさっきから言ってくれたり、そういうのがあるの。なんか客寄せパンダって言わない。なんか人を呼び込む人、ね、うんうん、招き猫じゃなくて客寄せパンダって言うんだよね、うん、あ、言わないかな。次はね、あの
カレーパンだったっけな、パンがね、ちょっと有名なお店があって、寒いんで、早く食べちゃいます。ザ・カレーパンって感じ、美味しい。具がすごいよ。入ってんね。うん。なんか入ってる。ゴロゴロ牛肉って書いてあった。うん。美味しいね。うん。すごい。カレーたっぷりだね。熱いよ。うん。うん、まだ熱い。美味しい。ね。食べちゃいました。食べちゃいました。うん、あっという間でしたね。すごい美味しかった。うん。これカレーパンおすすめだ。うん。なんかいわゆる普通の揚げカレーパンなんだけど、具がね、いっぱいボロボロ入ってるのと、カレールーがたっぷり詰まってます。そうね。うん。非常に美味しいです。はい。おすすめです。パンパティさん、うん、かな？はい。